はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、楽園実況チャンネルへようこそ。本日なんですが、まあ、楽園融合のデッキいくつか紹介してきたと思うんですよ。私ね、この楽園実況チャンネルを通して、今回ですね、ガチで強いデッキ、こちらね、見つけてしまったかもしれません。皆さんは資料を同化するという史上最強のモンスターご存知でしょうか。これアンデッド族の、モンスターで、これ闇属性なんですね。これアンデッドワイルドが、あるとすごい効果発揮して、効果、アンデッド族のモンスターの効果発動すると、その効果無効にできたりとか、自分か相手のフィールド上、墓地のモンスター除外するっていう効果があるんですけれども、あちらに、スタンバイフェーズにフィールド魔法があれば、なんか蘇ってくるっていうね、不死身の効果を持ってるんですけどね。で、この、モンスター闇属性なんで、まあ、楽園融合でそもそも落とせるんですよ。で、楽園融合、で、ルベリオンを出していくと、まあ、闇属性を落とすんで、これでボス落とせるんですけれども、これもう一体、まあ、シカラバンシーっていうアンデッドワールドを張るモンスターもいて、これも闇属性なんですよね。で、これも、落とせるんですよ。この、楽園融合で。これね、何が言いたいかっていうと、視界のバンシーか、まあ、資料同波スーラーか、グローアップブルーム。この3枚が手札にあって、で、さらに楽園融合につながる手札であれば、ミラージェイド出しながら同波スーラー出ます。めちゃくちゃ強くないですか。これ楽園融合とプラスハンド1枚、から、モンスターに対する妨害が3回用意できるんですよね。ドハスーラで無効、除外。それから、まあ、ミラジェットで除外。しかも、妨害の性能としてめちゃくちゃ強くて、こいつも選んで除外でしょ。で、こいつも選んで除外なんですよ。選んで除外2回飛ばして、で、しかも無効効果飛ばせるんですよね。これバレっちゃくないですか。これランクまで、使ってみたんですけど、まあ、普通に8連勝ぐらいしたんで、多分ね、めちゃくちゃ強いです、これ。このデッキ。はい、多分。普通に楽園融合ももちろんできるようになってますから、まあ、別にバンシーとか、ドーハスーラー引けなくても、楽園融合さえ打てれば、まあ、アルベル絡んでもいいし、絡んでもなくてもいいんだけど、メラジェイドは適当に立つよね。メラジェイドとかドラゴースタペリアとかは立つ。で、さらに、これ、アンデッドワールドが張れるじゃないですか。このデッキ。だから、アンデッドワールド張ると何が起きるかっていうと、アンデッドワールド、で、アンデッド族になるから、そもそもまず、相手の、なんかそのデッキを、なんか適当にメタれる可能性がある。例えば、グランダリーズとか。あと、なんかバレットとか。なんかドラゴン族縛りのリンク条件とか、あとなんかアドバンス召喚できなくなるとかね、グランダリーズで。だから、アンデッドワールドを張ること自体がそもそも強いことがあるんですよ。で、さらに、相手のフィールド上のモンスターが全部アンデッド族になるんで、例えば、今回、超融合入れてもいいと思うんだけど、超融合入ってないけど、枠の都合上。アレバスの楽園くん召喚して効果発動すると、相手のモンスター何でも吸って、ドラゴネクロ出せるんですよね。これ結構強くて。まあ、今回は、この、アンデッドワールド、および、ドーハスーラ、および、バンシー、および、グローアップブルーム、どれかを引いている時の楽園融合の、この一番のパワーをね、皆さんにね、お伝えしようかなと思っておりますので、早速ですね、この史上最強、楽園と一番相性いいのこれなんじゃないかと思ってる俺が、デッキをね、ちょっと分回していきましょう。それでは、デュエル、スタンバイ。最強デッキを作ってしまったかもしれねえ。俺は、最強デッキを作ってしまった可能性がある。なんかね、まあ、楽園融合っていろんな、まあ、デッキと、これでいいや。いろんなデッキと相性がいいのは、まあ、周知の事実だと思うんですけども、闇属性のね、モンスターがやっぱ一撃一番強いんですよね。墓地の強いモンスターが多いから。で、闇属性なんか探してたんですけど、闇属性で、マジやべえやつ見つけたんで、ちょっと今日はね、そいつをね、爆誕させながら、そのミラチェード出すっていう、なんかやばい動きしようと思ってます。はい。このデッキね、普通に強い。やってることマジやばくて、まあ、とりあえず楽園融合打つんだけど、まあ、楽園の都合上ちょっと魔法トラップに弱いからね、まあ、そこだけちょっと微妙かなと思うけど、まあ、とりあえずこの視界のバンシーとかいう最強のカードを置くじゃないですか。で、視界のバンシーとアルバスを、まあ、ぶち込んで、で、一応、うららとか、無限法要とか打たれても、抹殺あるんで、一応ケアできますよね。で、深淵竜、ルベリオンの効果発動で手札1枚切ると。で、グローアップブルームを墓地送りながら、バンシーの効果も使ってしまってよくて、で、バンシーは、墓地かフィールド上に存在している場合、こういうと除外すると、デッキからアンデッドワールドとかいうヤバすぎるカードを、発動できると。これ結構ついでに発動するんですけど、これ発動するとですね、割と不安なリーズとか死ねます。はい。不安なリーズメタにもなります、これ。はい。結構ね。で、ミラジェイド出しに行く、ルベリオンとアルバスで、はい。
まあ、開幕あるんで縦でいいですね。開幕あるから攻撃表示でよくて、ミラジード君爆弾させるで、グローアップブルーム効果発動して自分をゲームから除外するとアンデッド族モンスター持ってこれるんだけども、でけえでけえアンデッド持ってこれるんだけども、アンデッドワールドがあると特殊ができるため、資料を同波数ラムついでに爆弾すると。どうですこれこれ強くないですか、この盤面。ミラジード立っててで、なんかドラマテルギアも一応出せるけど、まあ、らしいからミラジード効果残しておいた方がいいかな。こうしてこれでいいのかな。これさ、今普通に3妨害あるんだよね、まあ、4妨害みたいなもんだ。アンデッドワールドあるからさ、なんかそのそもそも相手がアンデッド族になるから意外とこれでメタれてることが多くて、例えばなんかドラゴン族2体で出さないといけないとか、リンクボスいるじゃん、機械族2体とか、あのラドンとか出せないからね、もう普通にこの展開。まあもうハリファイはいないから、まあラドン来ないけど、いや言うてこのアンデッドワールドが結構刺さる時は多くて、フアンダレイズはマジで本当にメタれてる。これでもう上級モンスターサンダーボルトはきついね、やるやんまあでも開幕あるから一応ミラジェイドは耐える、ミラジェイドだけ耐える。あ、ぶっ殺されてしまいました。普通に調子乗ってすいませんでした、調子乗ってすいませんでした調子乗ってすいませんでしたギャラクシーストルジャー、なるほど、サイバーっすね。あ、なるほどね、高校渡してきたから何が思った、サイバーか、オッケー。でギャラクシーストルジャーを特殊召喚して効果で、ギャラクシーストルジャー持ってくる効果、これ売らなくていいんじゃないかな。まあ素引きされてても手札1枚減るし、コスト弱いし、サイバーサロンがあったら打ってる、出してるし、これ多分ここに打っていいですね。ここに打っていくと、まあ、一応墓穴は抹殺で吹き飛ばせる、大丈夫で、でこれでギャラクシーストルジャー持ってこれないから、一応レベルコーン2体並ぶことはあんまない、あんまない。でサイバードラゴン出してくるぐらいかな、やるとしても、まあ、言うてね、あセットか、あんま展開伸びなそうな相手。ちなみにドーハスーラスは戻ってきますからね、次のスタンバイフェーズで当たり前にアンデッドワールドを勝利できなければ、戻ってくるんで彼は。でアルビオン効果で一応ギャラクシーストルジャーを除外しておこう。でアルビオンの効果で後続を持ってきておきましょうね、はい。で一応これも墓穴ケアできてるんで大丈夫です。でアルビオン効果、まあ、ここはまあ楽園融合かな、楽園融合持ってきてでですね、伏せカードわかんねえな、なんだろうな、サイバーに入ってる伏せカード、まあサイバネティックオーバーフローとかですかねまあ普通に無限ホールドとかもあるけど、まあ、無限ホールドだったら打ってから展開してくる気はするけど、とりあえずドーハスーラスさん爆弾していく、ゴーヤッホー、この生命力ですよ。サンダーボルト一撃でぶち込めたところで別に次のターン戻ってるかあんま関係ないっていうね、うん、とりあえず一応楽園融合ぶち込んでいくぜ。楽園融合発動、楽園融合なんかあるね、裏だったら抹殺するし、無限保養じゃないかなあれは、あ、じゃあ神線か、なるほど神線、自分から高校を取ったのに神線入ってない、この人不思議なデッキだな、なるほど。で神線は無効にされるが、まあ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 、じゃあミラジェイド組んでビートダウンするしかないか、ミラジェイドビートダウンしかないですね、やることないんで。これアナコンダでしょ、これやることないです。バトルライズいきましょう。いや言うてね、このドーハスーラーめちゃ強いんで、普通にミラジェイドこれで効果復活してるし、ドーハスーラー生きてるってだいぶやばいから、こうやってドーハスーラーで2妨害ですからね、もう1体で2妨害してるんですよ。でアンデッドワールドで、でサイバー多分ね、言うてね、ノバインフィニティができないから結構きついと思うわ普通に。レブオッケー、これは墓地か手札からサイバードラゴンを特殊なんてするっていう効果なんですが、まあ、それは別にいいでしょう。でサイバードラゴン特集、ネクステアはどうでもいい、ネクステア効果は発動できない、墓地に2100がいないから。でサイバードラゴンコア召喚効果、いやこれは無効だな、まあ、ちょっとコア通すとね、いろいろやばいことが起きるので、吹き飛ばした方がいいですね、これに関しては。あ、吹き飛ばしてか無効にした方がいいですね、まあ、除外してもいいんだけど、まあ無効にした方がいいな。サーチ入れられるのめんどくさいもんな、まあ、無効にして飛ばして、でミラジェード効果使って処理後、アルビオン送って、コアは墓地に行くとめんどくさいんで、コア除外してあげればもう相手何もできないとこれで2体並んでないんで、もう何も出せないと、アナコンダもできないし、ジーガもできないと、はい、こうなりますね、はい、神ゲー。
楽園ドア、これ多分クソ強いわ。さあ、まあ割と勝率高いですね。今のところこれ5連勝ぐらいしてるんで、普通に強いですね、このデッキ。まあちょっと先行がちょっと多めっていうのもあるかもしれないけど、これは開幕はコストにした方がいいか。オロマイ打って、で、デスピアン落としのよりも、これも同波数ら構えに行きたいんですよね、個人的には。ドーハ構えに行きたみあるんだけどな。ドーハ構えていい俺。楽園融合通んなかったら微妙だよね、これ。まあ本当はちょっと、あんまやんない方がいい動きなんだけど、なんかちょっとチェーンないから、これ多分いけるわ。行こう。売らないわ。これなんかやっぱデータ、DCG だからさ、なんかそのチェーンで分かっちゃうからさ、なんかフェイクチェーンみたいなやつ発生させた方がいいんじゃん、コナミさん。これなんか、相手の方にさ、チェーンあると必ず相手の方になんかそこ一瞬映るんだよね、なんかその優先権みたいなやつが。赤いのちょっと光るんだよ。今さ、これなんもないじゃん、相手。ほら。なんもないじゃん。なんも反応しないじゃん。で、これ誘発ないの分かるんですよ、これ。これで、もう。で、この役人融合打つでしょ。で、これ、占ないから、これ何もできないでしょ、これ。いや、これなんか、もうちょいさ、なんかフェイクチェーンとかあった方がいいんじゃないの、ゲーム性として。どうと、俺は思うんだが。まあ、とりあえず、増波数だと、アルバスを落として、で、特殊召喚していく。はい。で、ルベリオン効果発動、ハンドキル。あ、これちなみに一応ドーハスーラを直で出しに行くこともできます。今そっちの方が勝ってほしいんだよね。これチェーン1メラジェイド、あ、違う、チェーン1ブルーム、チェーン2あのルベリオンにしてれば、あのブルームのアンデッドしか出せない縛りがかかる前に出せるんで、ミラージェイドも。だから一応、まあ、そういう動きもできるんですけども、まあ、ドハスラを直接落としておくと、まあ、このスタンバイフェーズに戻ってきて、まあ、ここにハカーナを食らうかもしれませんが、普通に、まあ、ドハスラ効果発動。これハカーナ系ができたんだよ。これブルームでよかったのこれね。ハカーナありそう。いや、これブルームの方が良かったかもしれないね、これね。ありますよね。まあ、ちょっと、墓穴撃たれるケアできてなかったっすわ。今。まあ、多分ね、ブルー戻しとかやったっすね。まあ、でもこれ逆に考えると、墓穴の指名者をドーハスラに撃ってくれたので、裏名が通りやすくなったと思います。はい。というふうに思いましょう。はい。裏名は通りやすくなったと思う。裏名と、ミラチェイドが一応いるっていう感じかな。で、開幕持ちてるんで、一応、全部パケのカードは、まあ、ケアできている。破壊系の効果をね。さあ一体何でっけ。あー、龍炎くんか。龍炎から入られるとうららが効かないんだよな。まあチューナー飛ばすしかないか。チューナー飛ばすしかない。なるほど。で、龍炎くんの効果てか龍炎で思い出したわ。四星龍炎マジで誰も使ったくない。七星龍炎誰一人使ってないよね。なんか出してくる人見たことないんだけど、ちょっとあのカード救おう。今度あのカード救うわ。ちょ、誰一人使ってねえから。ランクまでバロネスしか出てこないから、七星龍炎出してあげて、みんな。七星龍炎でなんか頑張ってワンキルするデッキ作ろう。まあ、とりあえずこれでチューナーはしょったんだけど、まあ、召喚系まだ何も使ってないから、相手は何でもできそう。一応、メラジェットの効果を吐いた。ので、普通にバケありますよね。ありますよね。あるんですよね。まあ、うらら、あー、オッケー、暗転か。うらら、当てるしかないんだよな、どっかに。まあでもドロー効果しかないもんな。これチェーン2に石章にしない？チェーン2に石章にしません？これ石章で、あ、そっちなんだ。なるほど。あれこれさ、石章でさ、なんか、暗転かなんか除外したらもう一回なんかチューナー出して、なんか8と10並ぶんじゃねえの？なんかまだあんのかな？チューナー展開。龍炎、はい。1200番、痛い。3200、やばい。ミラージェード、破壊される。破壊耐えんのか？バトル、なるほどね。龍炎じゃねえや。翔英。翔英くん、普通に強い。これは、エンドフェーズブッパーをしちゃうと、破壊効果耐えられて、アンデッドワールドしょられるし、アルビオンしょられるから、これは効果を使っちゃいけないやつですね。ミラジェイド、脳死でね、全ブッパ効果使うと、翔英くんが嬉しそうに破壊耐性使ってくるからね。それだけはちょっと勘弁していただいて。これさ、でさ、今さ、石章出してさ、なんか、あれじゃなかったっけ、なんか、双剣暗転で、最近ちょっと全然双剣使ってないんだけどさ、あれだよね、なんかトラップ除外したら遠くもう一回出るんじゃなかったっけ。
だからあれじゃないの、今関所松永にできたんじゃねえかな相手。とりあえず赤の楽園持ってくるか。楽園があるから赤の楽園持ってきて、でこれで何を引くか。デスピアンか。なるほど、割と強いね。なるほど、何でもできんなこれ。とりあえず楽園融合は打つ。で松永はミラージェードしょんないといけないから、除外するなんかその効果をなんとかしてケアしながら融合すればいいんですよ。これこれブルームだね。ブルーム落としてですね、これねチェーン順で多分いけると思うんだよ。これルベリオンでしょ。でルベリオン出して、でルベリオンチェーン1をブルームにしてできなくて、こうして、でルベリオン効果チェーン2でデスピアン切って、でこれチェーン赤じゃねえかな、これ分かったわ。こうして、でドラゴスタペリアを、ルベリオンで出して、で赤の楽園でミラージェル出して、でブルームで同発出せばいいんだ。きた、これ、ね、すごい場面だと思う。あればその楽園のを回収して、でミラージェイドちゃん出していくでしょ。これ無駄ないんですよね、ルベリオンって。これあの除外ゾーンから戻せるんで、これ自分で赤の楽園でなんか除外したやつそのまま融合さえできるから、これ全然無駄なくて、これめっちゃ強いんですよね。で、ルベリオン効果で、ドラゴスタペリア、これで一応松永が効果発動って言ってきても、一応松永くんの効果をドラゴスタペリアで無効にできるし、これは意外と強そう。で、同波スーラーも出てくるしね。はい。で、はい。てかこれ除外したっていう情報なくなるんじゃね？これ。これ除外したっていう情報なくなりそう。除外ゾーンから戻していくから。なんか、これどうなんだろう。これ除外したっていう情報残る？同波スーラーくん出てきた。OK。これで、双剣暗転は一応開幕でケアできていて、松永の効果発動が、ドラゴスタペリアで無効にできるし、なんならドハスラで無効にして除外できもできますね。はい。で、ミラージェードの効果で除外もありますよ。これバリッ強いですね、これ、この盤面。この盤面全てをケアできているのか？双剣暗転だけちょっとめんどくさいか？これ何もしないのか、相手。マジか。なるほど。もうなんか、松永の効果さえ使え、これ松永使えんのかな？そもそもの。使えなかったこれ今。でも使えたら使ってる気すんだよ、どうなんだろう。この双剣暗転とあとは、松永くんの効果をどうやって踏みに行くかっていう話なんですけども、とりあえずバトルフェーズ入っちゃっていいか。これはメインフェーズ入るとエフェクトベーラーの効果ができてないから、バトルフェーズ入ってから打てばいい。バトルフェーズ入る。でミラジェイド効果発動する。松永効果発動できないから双剣暗転打つしかない。打つしかないが、破壊耐性がある。いける。ミラジェイド効果でアルビオンを墓地に送って、相手の史上最強モンスター松永くんを除外していく。あ、っていうかさ、双剣暗転ってさ、あれ源流族モンスターじゃなかった？確か破壊すんの。これアンデッド族になってるから双剣暗転打てないんじゃね？これ双剣暗転打てないんじゃない？相手青が強すぎでは。これなんか、双剣安定打っていく、出た、出ました。これもしかしたらこの時最強かもしれないです。これレスキューラビット、やっべえ。1枚か2枚に爆破となるカード、はい、グラディアルビースト出た。アンナルアンナル君来た。剣闘銃デッキややべえ。剣闘銃デッキとか分かんないけど、多分剣闘銃だよこれね。いや、久しぶりに当たったな、剣闘銃。昔ね、使ってたことが、動画にしたことあるんですけど、剣闘銃。剣闘銃ってね、めちゃくちゃ厄介なデッキで、なんか、まあ、一枚書道は基本的にないんですよ。一枚書道がないんですけど、まあ、コンボデッキなんですけど、ちょっと回りすぎると制圧場面敷きすぎるくせに、誘発でめっちゃ止まるんですよね。だから、そのフリー対戦でも使いにくいし、なんかランクマとかでも使いにくい、なんか微妙なデッキなんですよね、剣闘銃って。結構大変で、
あのデッキ意外とこれ全然知らねえな。なんか俺の知ってる剣闘銃の動きじゃねえ、鉄銃剣闘銃ってやつだ。ワシンジンやば、最強モンスターじゃん。これあれですよね、なんかあの遠征モンスターの効果発動するときのコストなんか踏み倒すみたいなやつですよね。あ、ブルキだ、出た、やばい、クソ強いモンスター。これブルキ君、これ墓地から正そうぜじゃん、これ強っ、最強じゃん。ワシンジン君の効果で遠征カードがなくても遠征の効果発動できる、やばすぎる、やばすぎる、やばー、なんかすごい展開力だな。なんか全然止まる気がないぞ。あ、トポロジックボマ、やばい、なんか全然剣闘銃じゃないじゃあ最終場面、全然最終場面か知らんけど全然剣闘銃じゃない。なんだこれ、カオスルーラー、カオスクリエイター、なるほど。ネクロフェイスがいうガチでやべえカード送られた、まずい、白雪、あ、やばいやばいやばい、ちょ、これネクロフェイスもろとも除外してる気やん、やば、なんか謎のデッキ破壊ムーブ来た。あーあーあああ、ネクロフェイス参上やばいんじゃないか。ああ、ついでにニャンニャンも除外されて、やばい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 、デッキトップ15枚除外ですね、これ15枚除外からの、さらにネクロフェイス戻るから、20枚除外確定か、20枚除外やばいぞ。あー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 あああああ、これもしかしてあれか、これもう一回遊ばれるやつですか、これトポロジックボマー効果、ジ・エンド・スピリッツが破壊されて、ジ・エンド・スピリッツの効果で除外されているカードが全部戻る。そうすると白雪くんの効果が、もう一回発動できて、これはあと僕14枚しかできないですけど、これ僕14枚しかできないですけど、これ大丈夫ですあれおかしいな。ああ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 れデッキないんだか、デッキないんだか、